はい。はい、はい、それではね、準備が、整ったので、ね、三森伊豆ということで、伊豆、皆さん注目してちょっと聞いてみてください。伊豆をテーマにしたオリジナルのフォークとロック、ロクロロ演奏する謎のグループということで、謎ですね。お願いします。はい、皆様、こんにちは。こんにちは。こんにちは。実は私このいでたちで12年ぐらい前にここで演奏したことがあります。おちょっと小倉さん知らないですよね。全然知らないです。まだ会ってない。会ってない。私伊豆の伊豆でバスの運転手やってます。三森と申します。こちらが小倉さんです。よろしくお願いします。でこちらが22歳のギタリスト佐藤拓人君です。でまあ我々の音楽ってのは私が作った伊豆の、オリジナル曲に2人が伴奏というかソロで入るようなスタイルで、三森伊豆と言います。三森伊豆ではないです。三森に伊豆があって、そうです。でメンバー他にもね、そういるんですけど、まあその時々のあれで、でメインは主に熱海とか伊東とか修善寺とか、はい、ねえ土肥とかっていうと、まあ、本当の東の果てですよね。そうです、そうです。まさか掛川に来ると思わなかった。勝手にやってくるというね。はい、ねまずじゃあ伊豆のオリジナル曲、今日は4曲演奏してみたいと思います。じゃあまず最初はロックンロールビューティフルシティ、伊豆半島ビューティフルシティですね。そうです。伊豆をテーマにした、伊豆をテーマにした観光地をテーマ。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ行きますね。ワン、ツー、スリー、フォー。ロックンロール伊豆半島ビューティフルシティ、ロックンロール伊豆半島ビューティフルシティ、ここは
なんかただ掛川にお騒がせしてきたような気もしなくもないですけど、ちなみに掛川って観光地ですかね。観光地です。観光地ですか。掛川城です。掛川城どうしますか。あの牛皮漆とか作りましょうか。掛川はただの観光地って多分出来になって、やめましょう。やめた方がいいですか。あの二度と出れないみたいに。ってことでね。